国立図書館。国立図書館は国家やそれに信ずる機関により設置、運営される図書館である。対応する英語のナショナルライブラリーとほぼ同義である。一般的な用法による国立図書館は設置、運営主体の観点から国が設置、運営主体となる図書館を指すことが多い。この意味では国が直接運営する場合のほか国が出資する法人。 基金等の機関が運営する図書館を指す場合もある。議会図書館、国立公文書館、観光庁や国立大学などの付属図書館といった国の機関に付属する図書館や国の施設に付致する図書館なども国立図書館の範疇に含むことになる。これに対してユネスコが統計に用いる国立図書館という分類はより厳密に定義される。すなわち、 国立図書館とはユネスコ総会で採択された図書館統計の国際的な標準化に関する勧告の定義によれば以下の要件を備える図書館を指す。このように国立図書館は納本制度によって出版物を網羅的に受け入れ一国の中で出版された資料の網羅的に収集、保存する機能を持つ図書館であると定義される。さらに国立図書館は 網羅的に収集した資料を利用して、その国で流通するすべての出版物の書士情報を収めた全国書士を作成、出版すること、国内の図書館すべてをネットワークして、全国の書士、目情報を編成、提供することなどを主要な機能とする。国立図書館は、資料収集と全国書士作成の対象とする範囲を一国に、限らず、世界各地で出版された、 自民族による著作、自国言語の著作まで含める場合もあり、この意味での機能は、語義通り、国民の図書館である。ユネスコが定義する国立図書館については、その名称や設置形態、行政上の書館などは、国ごとによって様々である。アメリカ合衆国や日本のように、議会、米国の議会、日本の国会の付属図書館が国立図書館とされる場合や、 イスラエルのように、国立ヘブライ大学の図書館が、国国立立図図書書館館とされるる。場合もある国立図書館の基本的な役割、機能はユネスコの定義にあるように国内で出版、流通したすべての図書館資料となり得る出版物を収集、保存して一国の網羅的な図書館コレクションを構築し、自国の文化遺産としてこれを保存するとともに利用者の要求に応じて 資料の提供を行うことである。この収集のために国立図書館は法律やそれに準ずる規則などによって定められた納本制度が本の対象とする納本図書館に指定されている。ただ、各国の国立図書館はその設置形態や書館が国ごとに異なるため、その実際の活動内容や主たる設置目的は国ごとに大きく違いがある。 明治時代初期の日本における東京書籍館、後東京図書館がそうであったように、図書館事業の未成熟な国では、国立図書館と銘打った図書館の業務が図書館の先進国における一般の公共図書のそれとほとんど違わない場合もある。署名、著者、物理的形態など資料の同定式別に用いられる情報を記録したものを書誌。 一国のすべての出版物の書誌情報を網羅的に収録した書誌を全国書誌というが多くの国の国立図書館は納本制度によって収集された一国の網羅的な図書館コレクションを利用して全国書誌を編纂刊行する業務を行う。全国書誌は国立図書館が納本制度によって新たに受け入れた出版物の最新の受け入れ目録を利用して定期的に刊行され、 その蓄積によって、即有全国書士となる。日本の場合、国立国会図書館が編纂し週間で刊行される日本全国書士がこれにあたる。全国書士は、一国における出版物の網羅的書士として国内外における一国の書士情報の流通に活用される。国内では、各図書館は、国立図書館の作成した全国書士や、 これをデータベース化したものを時間の目録作成に利用することができ、これによって同一の資料の書誌情報作成の手間を省略することができる。さらに各国の全国書士を集合して一つの世界書士を完成させることが可能となる。このために国立図書館は時間内で統一された書士の作成基準を準備するが、国内の他の図書館が 国立図書館の作成した全国書士を利用することを通じて国内で一つの書士基準が共有されるようにする機能も果たす。また世界書士の実現には書誌基準の国際的な統一が必要となるが国際間、国内間の書誌基準の調整も各国の国立図書館が中心になって行われている。国立図書館のもう一つの重要な役割は一国の 図書館事業の中核として国内外の図書館関連機関をネットワークすることである。国立図書館はその網羅的コレクションを半永久的に保存することから国民の身近な公共図書館や大学図書館では入手できない文献を提供する図書館の図書館文献探索の最後の拠りどころとしての役割を果たす。このサービスのためには 図書館からのレファレンスを受け付けたり、他の図書館では所蔵していない資料を貸し出し、副社により提供するといった図書館協力のネットワーク国内に張り巡らされていることが不可欠である。また、図書館員の教育や研修に関わるなど、国内の図書館に対して人的支援を行う場合もある。また、国内の図書館間で書士情報を統一し、 ある資料の書士情報からその資料が国内のどの図書館に所在するかを検索することのできる全国総合目録の作成を行っている国立図書館もある。日本の場合、大学図書館については国立情報学研究所による総合目録ネットワークが広く浸透しているが国立国会図書館も全国の公立図書館の総合目録ネットワーク事業を推進している。 国際協力では、国の中央図書館として一国の図書館事業の窓口となり、図書館界の国際的機関との協力を行ったり、国外の図書館に対するレファレンスや資料の貸し出し、副社などのサービスを担う。また、各国の国立図書館の間では、それぞれが自国の資料をお互いに提供し合う国際交換も盛んに行われている。 国際交換で需要が大きいものは一般の商業出版の流通に乗らない官庁出版物であり日本などいくつかの国では納本制度において官庁出版物は民間出版物よりも多く国立図書館に納本する要定国際交換に活用している出版物に関する ISO の国際規格として図書の番ごとに付与される国際標準図書番号 ISBN 築地観光物雑誌のシリーズごとに付与される国際標準築地観光物番号遺春があり国ごとにナショナルセンターが設けられて国内の出版社に ISBN 遺春を割り当てる業務を行っているこの ISBN 遺春のナショナルセンターを一国内における出版文化の統括機関である国図書館が担っている国がある日本では ISBN の割り当ては出版社の団体と日本図書館協会によって設立された日本出版インフラセンターに所属する日本図書コード管理センターによって行われるが、一瞬日本センターの業務は国立国会図書館が行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。